ルガキ G ってどういうメンバーで、うんうん、いつから始まってで、はい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 、至ってるんですか。ああ、悪ガキ G は、オリジナルは、俺がそうだな、20代前半の時に、ちょっとまあ沖縄に行ったことがあって、母親が沖縄に移り住んだから沖縄に行ったんだけど、で、まあ、戻ってきて、ちょっとこう、まあ、悪い仕事とかしてる時に、まあ、出会った奴らが大半なんだけど、基本的には、ジャスティエース、JA 飛龍のメンバーみんな悪ガキ G で、でそこから影武者、今テキサスっていう名前で18プロダクションやってるんだけど、あいつはもう地元 の後輩なんで、それで一緒にラップやったりとかしてメンバーに入って、で日の丸とかも行って、あと鬼ってやつもいて、その影 の相方だったんだけど、そいつもいて、あとね黒龍っていうね、隣の中学校の後輩なんだけど、めちゃくちゃ色が黒いね、イケメンのやつがいて、そいつ今黒って名前でやってんのかな、うん、そいつも悪ガキ G だったのか、まあ、今もそのなんか心でどう思ってるか分かんないけど、っていうのがまあ元々のオリジナルメンバー、また雄三ももちろんいたし、それがオリジナルのメンバーかな。そっからこう、まあそうだね、俺がパクられてそれぞれの道もあるんだろうし、で俺が戻ってきてこんなね MC バトルガリガリガシガシやるようなね、感じのある意味ラップオタクみたいなになるとはみんな思ってなかっただろうし、それ俺やってらんねえみたいなやつもいるんだろうし、というのもあって、まあ今の俺の感じにこう賛同してくれてるやつとかもいたり、そいつはそいつでそっち部門の悪ガキ G だしみたいな、